日本愛知県岡崎市本町地区ハリサキ町。ハリサキ町は愛知県岡崎市岡崎地区の町名。定番を持たない単独町名である。14の小技が設置されている。岡崎市の南に位置する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。建設中の富士大科大学岡崎医療センター、ぬかた郡張崎村を前身とする。町内の正万寺は、三河における本願寺教団本拠三河三河寺の一つで、松平広忠から守護士不入の特権を得ていた。その後、正万寺は1563年から始まった三河一向一揆では拠点の一つとなったが、 徳川家康に鎮圧され消失した。2007年12月、日清宝石春先工場が閉鎖。三菱地所設計により、工場跡地の整備が行われた。2009年6月から工事が着手され、2010年11月末、全227区画の大規模住宅、岡崎プライムパーク春先の丘が竣工した。地名文字、春先に改められ、 売り主日新坊ホールディングス、販売代理、三菱自所レジデンスにより宅地販売が行われた。同行場跡地においては、2012年4月2日、総事業費、約55億円をかけた、岡崎市市会春先検診センターがオープンした。2013年4月には、岡崎市立、湘南中学校が開校した。二千十四年五月十九日、学校法人、 富士田学園が24時間救急医療に対応できる大学病院を岡崎駅南都地区画整理事業区域内の保留地に開設することを発表した岡崎市と高田町が財政支援を行う新大学病院富士大科大学岡崎医療センターは2020年4月7日に開院したありがとうございます